本日も、堀口秀俊スペシャル外伝、特急呪物編、の時間が、やってきてしまいました。なお堀口秀俊くんと特急呪物ヶ島んでは、全くの別人ですので、混同しないように気をつけてください。もし同一視した場合、リーガル地雷源が作動してしまいます。ヶ島んてと思われる人物が、英国屋に関する掲示板で、次のような書き込みをしていました。以前、ここに在籍してた上に、LINE で、休みの日は何してるの、デートしませんか?って送ったけど、無視された、予約が取れないので、寂しいから顔写真を送って、とお願いしても無視、日記に旅行してきました、と書いてあったので、風俗で稼いだお金を、旅行費に使うなんて、贅沢病ですね、さすが無能の、丸便器人間ですね、クズ女バカ女、と送ったら、ブロックされた。なんやこいつ、ドン引き。完全にバーサーカーでしょ。こんなもん、いくら仕事とはいえ、こんな自己中な人間とは、できれば関わりたくないものです。まず上に対して、休みの日何してるの、とか聞く時点で、キモすぎて、キモすぎます。余計なお世話ですよ。特急呪物の方こそ、今までの投稿を見る限りでは、あんまり趣味なさそうな感じですけど、休日何してるんですか、とか他人に聞いてる暇があるなら、まずおめえが自分の休日を充実させろよ。あるいは特急呪物は、一日中丸の割れを漁るという、ハードな趣味でも、あるのでしょうか。上に対して、デートしませんかとか聞いてる時点で外悪客です。風俗はあくまでバーチャルなので勘違いするのは本当にやめてください。それ以上行くと完全にストーカーですよ。二度と上のプライベートに踏み込まないでください。それ以上上に近づくなら告訴状を出しますよ。刑事告発しますよ。ダオ、あと上に対して顔写真送ってとか厚かましいにも程があるでしょう。なんでお前みたいなもんに上がわざわざプライベートの時間を使って顔写真を送らないといけないんですか。デリカシーなさすぎ、自己中すぎ、コミュニケーション能力なさすぎで、こんなもんブロックされて当たり前です。むしろ出禁にしてほしいですね。しかも自分の思い通りにならなかったら相手を罵倒するという小学生レベルの精神構造です。そんな精神構造してると人生うまくいきませんよ。このあまりにも自己中すぎる書き込みに対して爆催眠も熱い称賛の嵐を浴びせます。誰でもブロックするだろう。あんたも、稼いだ金で風俗通い、旅行の何が悪いんだ、イカレチマルホが。いきなり、イカレチマルホとかいう罵倒が、流れるように飛び出してくるセンス、いかにも爆災という感じで好きです。他にはこんな書き込みもありました。で、金確定。こやつは、救いようのないやつですね。なあ、丸々さん、まさか、天外だからって、タダだと思ってないよな。特急呪物なら、本当にタダだと思ってそうだから、困ります。なお、特急呪物と思われる人物の、返信がこちら。天外でなぜ、お金を払わなくてはならないんですか。バカバカしい。僕はお店に行くたびに、100分コースしかお願いしないし、差し入れ代、デパ地下の弁当や、デザート入れて、多額のお金を使ってやってるのに。この店に、時間とお金、いくら使ったかわかりますか?外で会うことがあるならば、風俗嬢の彼女を、一般的な普通の女性として、扱って、楽しませてあげたいので、お金を嬢に払う義理はないと思ってます。間違ってますか?はい、間違ってます。神羅万象、まるまる間違ってます。いいですか?勘違いしないでください。嬢は客のことを、基本的に金としか見ていません。店に来てお金を落としてくれるから、お客さんとして、丁寧に迎え入れてくれるのです。お金を落とさないなら、お客さんではありません。あくまで、対価を払ってサービスを受けているだけ、という当たり前の事実を忘れないでください。女性とデートがしたいのであれば、そういうサービスを有料で受けるか、もしくは恋人でも作ってください。風俗嬢にデートしませんか?とか LINE 送ってる時点でないです。デパ地下の弁当とデザートって、せいぜい2000円ぐらいでしょ。もろちん高いんですけれども、風俗代に比べると安いものです。そんなもんでマウント取らないでください。確かに2000円は大きいですが、人の心を買うには、あまりにも少なすぎる金額です。しかも嬢は稼ぎが良いでしょうし、毎回2000円見ついたところで、特別扱いなんかしてもらえるわけがありません。ゼロが2つぐらい、足りませんよ。人間、心と体は別ですから、あくまで体を買っているだけで、心まで買っているわけではありません。っていうかこの人、本当に嬢のことを、人間だと思ってるんですかね。自分に都合の良い人形だとでも思ってるんでしょうか。本当に人間扱いしてます。風俗嬢の彼女を、一般的な普通の女性として扱って、楽しませてあげたいので、なんていう発言、嬢を人間以下の存在として、思いっきり見下していなければ、なかなか出てこない言葉ですよ。いやー、これネタじゃなくてマジで書いてたら、本当にヤバいですよ。本当にこんな思考をしている人間がいるとすれば、それはもう今まで所属してきた場所で、散々問題を起こしまくってきた人間でしょうね。爆催眠の反応がこちら。それはダメだろう。女の子は良くても、風俗の秩序乱れまくって、結局金払わない奴が出てくるんだよ。パパ活で、泣いてる子いっぱいいるから。お前ギャグかよ。爆催眠に、ギャグ扱いされる男。し
かし特級呪物は、さらに怪文書を投下します。やめてくれよ。絶望、散々通ってやったのに、出禁に、いくら使ったと思ってるんだ。差し入れだって気を使って、わざわざ高島屋や、高い店の食べ物買って、食わしてやったのに。恩着せがましいわ、いちいち、そういうのは見返りを求めて、やるものではありません。あくまで善意でやるものです。情に対する差し入れで、見返りを求めるのやめてもらっていいっすか。風俗はちょめちょめするためのお店です。風俗にそれ以外の要素を求めないでください。まず風俗の趣旨を理解してから、行くようにしてください。散々通ってやったのにとか、食わしてやったとか、どんだけ上から目線なんですか。迷惑客の分際で、何様のつもりだよ。手をついてわびろ。霊障破棄。普通誰かに差し入れとか、プレゼントを渡すときって、見返りを求めるものではなく、相手に喜んでもらおうという思いで、するものだと思うんですけども、特級呪物はどうやら違うようですね。ということは彼は、誰かにプレゼントを送るときも、見返りを求めているのでしょうか。汚い大人やでほんま、旅行計画立てて、僕が旅行費出すから、お互い気持ちよくなろって言ったら、その場では笑って濁しやがって、後日メールで、そういうことは無理ですって断られて、なら次の日目予約お願いしたい、ってお願いしたら無視。その場では笑って濁しやがって、じゃねえよ、その時点で察してくださいよ。遠回しに断っているということになぜ気づかないんでしょうか。どんだけ空気が読めないんですか。その場で直接断ったら絶対に面倒なことになるから、その場では断らなかったのでしょう。ある意味で情の優しさですよ。なぜそれがわからないんでしょうか。情は嫌がってるんですよ。情から嫌われてるんですよ。あなたいい加減に気づけよ。情からそこまで嫌われるって相当やぞ。しっかり罪を認識しなさい。僕が旅行費出すからお互い気持ちよくなろとか、よくそんな気持ち悪いセリフが言えますね。自分のことテクニシャンか何かだと思ってるんですかね。情のサンクチュアリを破壊したのに、随分自己評価が高いです。舐めてんのか。情を喜ばせたいならお金だけ渡して、これで旅行でも行ってきたらとか言えよ。それが男だろ。逆に聞きたいんですけど、特級呪物と一緒に旅行に行きたいんですか。行きたいわけねえだろ。ずっと連絡してたら着信拒否、店に予約したら出禁になってた。確かに爆祭に面白がり炎上ネタを書いていたと告白したのも悪かったし、落ち度はあったが、何かそれ以外で悪いことした。そんなことで出禁になるのか。出禁になっててさあ、いやでも出禁は妥当な判断ですよ。情を守ろうとするお店の鏡です。出禁になったと特級呪物が宣言する前に、出禁確定と書き込んでいた爆祭民は随分察しが良いですね。正解ですよ。いやだから予約のお願いを無視されてる時点で察しろよって話ですよ。どんだけ察しが悪いんですか。予約のお願いして無視されるって、どう考えてもめちゃめちゃ嫌われてますよ。なんでその後も連絡し続けてるんですか。それで出禁は妥当すぎて、さお店からしても恐怖でしかないですよ。そんな迷惑客の存在は、何かそれ以外で悪いことしたじゃねえよ。よく抜け抜けとこんなことが言えましたね。ほぼ悪いことしかしてないです。っていうか出会いが目的で風俗に行くのやめてください。風俗はそういう趣旨のお店じゃないんで、婚活パーティーかお見合いにでも行っててください。おら早く行けよ。いやー風俗のお姉様も大変ですね。こんな特級呪物の相手をしないといけないとは。特級呪物の怪文書に対する爆祭民の反応がこちらです。風俗以外で女と関わったことないのか。お前みたいな肝客、どこ行っても即出禁に決まってるだろ。この店で使える金額なんて限られてるから、いくら通ったところで何とも思われないと思うぞ。風俗に限らず、キャバ嬢やキャラ飲みのお姉ちゃんもそうだけど、プライベートな時間に会うなら何もしなくても宅大名目で3個くらいは手当として渡してやれよな。ちゃんと封筒に入れろよ。じゃあ本気にしたふりして答えるよ。それに近い客いるからキモいよ。食べ物の差し入れと店買いの誘いだけはやめてください。爆祭面白がって炎上させたら女が人気出るだけです。これで OK。 本気で言ってんなら相当イカれてんな。出禁になったんならもうどうでもいいだろうから、誰に出禁にされたかさらしてくれよ。ストーカーって本人は気づかないんだな。事件だけは起こすなよ。抜きたくて通って見えで差し入れして、お前バカか、通ってやっただの、食わしてやっただの、恩着せがましいんだよ。見返り期待して、人に何かするってやつは、クズしかいない笑い。己のやっとることに気づけやごら。ストーカー片気な人とは旅行なんて、恐ろしくいけないだろう。貸し切りでも NG くらいそう。素人童貞は、遊び方が分かってないな。あんたはどこに行ってもできんだよ。あんたはどこに行ってもできんだよ。確かにこの言葉は、あながち間違いではないかもしれません。さて、特級呪物の、書き込みがあったのが2022年6月22日から23日にかけてのことです。それから約半月後、同じスレに妙なポエムが投稿されました。それがこちらです。今日、もう昨日か、最高の姫でした。皆様のコメントが最高の姫との巡り合いにつながりました。また予約が取れますように。ちょっと厚かましいについて、厚かましいは厚かましいと読みます。行動や態度に慎みがない、ズーズーしく遠慮がないという意味です。普段の会話でもあの人厚
つかましいわねなどと、あまり良い意味で使われることはありません。愛媛県の伊予ではつかましいは、やかましいうるさいという意味の方言で、この職場はつかましいというのは、この職場はうるさいという意味になります。方言でも兵庫県の播磨では、忙しいという意味になり、この職場はつかましいというのは、この職場は忙しいという、伊予の方言とは全く違った意味になります。上記のように、同じやつかましいという発音でも、地方によっては方言として別の意味を持つこともありますので、場合によっては注意が必要です。日本語って難しいですね。いや、風俗の掲示板で、一体何を言ってるんですか？普通の掲示板なら、まだわかりますよ。なんで風俗の掲示板で、クソどうでもいい話を、長々としてるんですかこの人は。明らかにそういう話をする場では、ないでしょう。少しは空気を読んでください。爆催民がビンビンでいらっしゃる。厚かましいという言葉の意味は、行動や態度に慎みがない、ずうずうしく遠慮がない、まるで誰かさんのようですね。突然の怪文書の投下に、爆催民は、長ったらしくてうざい？なんだこいつ、ここはお前の日記じゃないから、消えろ、などと、熱い称賛の声を浴びせました。なお特急呪物が、これらの書き込みに対して、返信しています。それがこちら、608次から、簡潔に書くように心がけます。609消えろは、消えるの命令形なので、拙者は、貴殿もしくはあなたから、命令される関係ではないと思います。消えてください、が、良いのでは。あれ、この文章、最近どこかで見た気が。いや、気のせいかもしれませんね。うん、いやー、やっぱ気のせいでした。リーガル地雷源にご注意ください。貴殿、とかいう言葉を使う人は、今時かなり珍しいですよね。一人称が拙者ですし、お侍様か何かなのでしょうか。でもお侍様にしては、プレイ内容や人間性からして、明らかに誉れを捨てています。誉れを横浜で、捨ててきたのでしょうか。暇空茜様のツイートから引用します。英国屋38番のスレで、口論してる、出禁になった人が、めちゃくちゃ怪しいんですけど、なんでこの構文を、2022年6月に、使いこなしているんだ。待って、なんで6月2日に、ガシマンテで退場した、マリアのレポを、6月6日に書いてるやつ音の、誰か英国屋のマリアを指名して、紳士的にプレイした後、雑談で話を聞いてきてくれる勇者おらんかな。俺は行きませんが、ジョーが辞めても、厳重な使い回す店あるから、あのマリアなのかどうかまあ店の伝説とかになってそうだから、近所の人で言ったら、レポはこっそり DM ください。匿名秘密は厳守します。ある意味誰に入っても知ってそうではある。まだ日が浅いし、リーガルご安全に。はぁ、英国屋に行くことを、トエというのか。あ、トエってそういうことだったんですか。いやー、トエって言うから、てっきり海を渡るものかと思っていました。じゃあもし仮に、トエすると宣言したのに、イギリスに行かなかった場合でも、イギリスには行っていないけれども、英国屋に行っている、トエしているので、セーフ、という理論が成立しますね。しかしこれだけ、特急呪物ムーブを連発していると、もう英国屋だけではなく、横浜周辺の夜のお店の間では、伝説になっているんじゃないでしょうか。風俗に地震に来、誰か渡り火でしてきて、調査してくれませんか。報告お待ちしています。丸投げ。私は純粋なので、そういうお店には一度も行ったことがないのですが、この英国屋っていうお風呂屋さん、やけに安いですね。安いということはまあ、普通に考えれば、オバタリアンが出てくる可能性が高いです。熟女好きの、風俗に自信に気は、一度行ってみてはいかがでしょうか。なお、爆災の英国屋スレ、パート43にて、ストーカー被害で、警察通報って誰だ、とかいう。不穏な書き込みがありました。2022年12月5日の店長ブログでストーカー被害者云々という話があったそうです。しかし店長ブログの過去ログが半年前までしか保存されない仕様で2023年2月までの記事しか現存していません。なので今から店長ブログの記事を読むことは不可能です。しかしこんな書き込みがあったので何があったのかを大体察することができます。家を特定した途上に告げる城の家を調べてチャイムを鳴らす返信がないのにずっと連絡を送り続ける社名日記を見て、誰とどこへ出かけたか、答えるまで質問する、店ではなく、デートや店外の誘いを必要以上にする、隠し撮りや盗聴をする、これらは風俗嬢に対してストーカー行為、犯罪になりますか？犯罪に該当するかは置いといて、多分変態だと思うんですけど、名推理、こんなもん、完全にストーカーでしょ。怖すぎるんですけど、真夏のホラーやめてください。ゾワッとしたわ。情報の爆発反応走行やめろ。文章を読んでるだけでも怖いのに、実際にストーキングされてる嬢からしたら、たまったものではありませんよ。警察だよ。これは逮捕しないといけませんね。もうそのままずっと、塀の中にいてくれメンス。暇空茜様、宣伝ありがとうございます。草、プロローグ草。最初は20分動画3本ぐらいで、特急呪物編を、すべて終わらせるつもりだったんですが、もうこの動画の時点で、早くも3本目に突入しています。もう特急呪物の人生だけで、文庫本7冊分くらいの超大作を、書けるんじゃないですかね。イージスやなって、アイガスやと、レイヤー、やっちまったな、特に問題はない。マジなのですか。それでは早速、イージスジュニア君のアカウントを、改めて確認してみましょう。これを見てみろよ。アイエスジュニア、発信。
私が動画で言っていた、イージスでもなく、ヒマソラアカネ様の言う、アイガズでもなく、アイゲス、が正解でした。なのでヒマソラアカネ様も、私も、両方とも間違えていたということになります。正しい綴りは、イージスなんですけれども、このアカウント自体が、よく見ると綴りを間違えてました。よく見ると、イージスジュニアじゃなくて、アイゲスジュニアですね。ややこしい名前つけんな。まあ確かにレビュー内容が、一部かなり下水ものもあるので、アイゲスジュニアという名前に、嘘偽りはありません。自分自身が下水、という自覚が、あまりにも強すぎるあまり、アイゲスジュニア君は、ついうっかり綴りを間違えてしまったのでしょうか。というわけで、手をついて詫びなければなりません。私の場合は、綴りは合ってるのに、なぜ手をついて詫びないといけないんですか。こんなの納得できないんですけど、イージスとアイゲスを間違えてしまい、すいません許してください。何でもしますから。ヒマソラアカネ様のツイートから引用します。2021年12月24日に同じ写真を使ったツイートをしてますよ。あれ、設定ではその頃ロンドンのはずでは、2021年12月17日、ロンドンへ、2021年12月20日、なぜかゲーミングチェア注文、2021年12月24日、なぜか日本。やはり堀口くん、2、3日に1回ぐらいの頻度で、イギリスから日本に帰ってきてるんじゃないでしょうか。そういう仮説でも立てないと、説明がつきません。イギリスに住んでるのかい、日本に住んでるのかい、どっちなんだい。さて、話は変わって、特級呪物による、聖域ガシガシ事件が発生したのが、2022年6月2日のことです。それから約半年後の、2023年2月3日、爆祭の英国やスレ47に、何やら不穏な書き込みが投稿されました。それがこちら、以前、こちらに働いていた娘が、いなくなり、ずっと風俗サイトで探していて、見つけたので、予約して会いに行きました。案内された瞬間、すみませんスタッフさん呼びます、と言われ、待合室で事の経緯を説明され、そのままその娘とは NG となりました。確かに、度重なる連絡や、無料店外旅行の誘いや、彼氏がいるのか疑ってしまい、家を特定したなど発言し、怖がらせてしまい、英国屋で NG を喰らい、ここへ中傷したのは確かですが、2から3年前の話で、反省し謝るつもりだったので、非常に残念な気持ちです。はぁ、あ、袖片めいき。もうほんまにこいつは、どうしようもないですね。いやいやいや、これはあかん。今までで一番ドアウトする。怖すぎ、もうこれホラーじゃん。嘘だろ。嘘だと言ってくれよ特級呪物。200% ストーカーですよこんなもん。まず自分が特級呪物ムーブをかまして、情を辞めさせたにもかかわらず、その情を探すとか、マジ意味わかんないんですけど、相手の気持ちを全く何も考えず、自分の都合しか考えていないからこそ、こんなことができるのです。しかも見つけたから指名するという、その神経もわかりません。情から嫌われているのが明らかなのに、その自覚がないんでしょうか。いやー情にとっては、恐怖以外の何物でもないですよ。客から指名されたと思ったら、いきなり特級呪物が、目の前に権限するわけでしょ。頭おかしなるで、情にトラウマを植え付けた張本人が、なぜ抜け抜けと、情に会いに行ってるんですか。いい加減にしてください。トラウマを植え付けた張本人が会いに行って、情が喜ぶとでも思っているのでしょうか。なめんじゃねえぞ呪物。余計にトラウマが悪化したり、嫌なことを思い出して、不快な気分になるだけです。本当に申し訳ないと思っているのなら、二度と情に近づかないでください。ああもう、二刀夢の様を召喚して、夢のと一緒にあの言葉を、無限に連呼したい気分です。家を特定した発言とか、これもう、令和の特級呪物だろ。もうね、頼むから必要以上に、他人と関わろうとしないでいただきたいです。できればアマゾンの奥地とかに、幽閉して、封印してほしいですね。なお先ほどの書き込みがあった、2023年2月3日と、全く同じ日に、別人の堀口秀俊くんが、次のようなツイートをしておられました。性犯罪者への処罰感情は尊重するものの、加害者には公正を妨げられない権利があります。また、動画の人物と顔が似ているだけで、顔が映っていると、同社の当該従業員だと断定するのは、推定無罪に反します。皮肉のつもりでも、人生を、ちゃんと終わらせてくれ、なんて言うべきではない。まあ、たまたまタイミングがゲストフィットして、偶然日付が一致しただけだと思います。多分ね、なお、これも関係ないのですが、最近堀口くんから、ヒマソラアカネ様の元に、新たな書面が届いたそうです。その書面の内容を、一部分のみ引用します。感度3000倍になりそうなので、一部の単語をサンクチュアリに置き換えています。横浜市内のソーマルランドで従業員のサンクチュアリを激しくもて遊んだ上で丸行為に及び出入り禁止になったとともに土下座を強要されたといった事実無根かつ極めて悪質な内容を追加で書き込んだ。あれ、丸行為に及んだなんてそんな言及ありましたっけ。文章からしてノートの話ですよね。丸行為に及んだなんてノートには一言も書いてないんですけど。あ、察し。ヒマソラアカネ様のツイートから引用します。堀口くん、これが四万手の話、丸声に及び、堀口くん、僕書いてないよ、これ。
むしろガシマンでは、ガシマンってして傷つけたら、その後丸恋する前に、怖いお兄さん呼ばれてる、丸恋してないと思ってだよ、堀口くんは丸恋したと思ったの。なんで、ガシマンでって、ガシマ丸して、傷を負わせてできんくらったんだから、丸恋してないよね、してるって思った人いた、堀口くん。ガシマンテの話と自分の話混同しないで、俺らが話してるのは、横浜川崎で超有名な怪人ガシマンテのことだし、わざわざシンガポールに風俗旅行するパンダは、横浜川崎のソープオールで金になった、ガシマンテかもしれないね。って話しかしてないのにな、なんで堀口くんがキレてんの、土下座を強要されたを、俺のノートから読み取るの、おかしくない、土下座の話どこから出てきた、ガシマンテが、土下座させられたって話あったっけ。待って、土下座して謝った、ならわかる、なぜ、土下座を強要させられたなのだ。やべえ、どうやって擁護しよう。堀口くんは非常に想像力が豊かなので、いろいろと状況を想像してしまって、具体的なことを想像で補完して、書面に書いてしまったのではないでしょうか。この件に対する、ネットの反応を一部紹介します。少なくともノートには、手をついてはびた、程度の記載しかないように思われるんだが、他の掲示板の名無しの書き込みと、混同なさってるんですかね。すっとぼけ、普通の感覚をしているならば、ガシマンテは土下座して当たり前、おわ、まだ緩い、みたいな感想を、持つはずなんですけどね。自分の意思で、土下座したんじゃない、という感情が込められてますね。あれ、でもなぜそれがわかるの、まるで現場にいたかのような生々しい発言だな。土下座を強要された、ガシマンテ歌唱の文体を見れば本人が納得していないのは明らかです。そこから推察できる当時の行動を予想すれば、きちんと手をついて頭を地面にこすりつけて、全ての風俗場に心の底から詫びたのではなく、強制されて形だけ手をついて詫びたことは明らかです。嫉妬、手をついて詫びろ。なんやこれ一体、頭おかしなるで。今日は久しぶりにマクドナルドでも食べるか、現実逃避。お知らせです。レイヤのアマゾンおすすめ商品をまとめたページができました。レイヤのおすすめのワインやお酒、おつまみ等を一覧で紹介しています。詳細は概要欄からどうぞ。最後に自前の広告が流れます。すごく美味しい、おすすめの赤ワインを紹介します。赤ワインというと、苦味が強いイメージがありますが、このワインは、嫌な苦味や渋みがほとんどなくて、果実味が強く、飲みやすい甘口です。私は赤ワインが苦手なのですが、これは普通に飲めます。モロチン赤ワインなので、若干の癖はあるのですが、赤ワイン入門用の一本としても、おすすめです。めちゃめちゃフルーティーで、美味しいので、ぜひ一度飲んでみてください。リンクは概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。